今回は、知らない間に連帯保証人にされてしまっていた一気のエピソードをご紹介します。突然、あるローン会社が家に訪れ、債権者との連絡が取れない、と言われた一致。しかし、全く身に覚えはありませんでした。それでもこのままだと一致に支払い義務が生じてしまうというローン会社。果たして、一致はどのように対処したのでしょうか。勝手に連帯保証人にされたけど取り消しに成功した。苦節1年弱、マジで長かった。やったな、詳しいことは置いといてひとまずおめでとう。ありがとう。何の連帯保証人にされてたの？事業資金。勝手ってどういうこと？ハンコ盗まれたとか？おそらくは空き巣行為で勝手にハンコやら盗まれてた。保証人にされてるってどのタイミングで気づいたの？書き溜めとかしてないから少しずつ書いていく。去年、いつものように過ごしてたらとある商工ローン会社が俺の家にやってきた。債務者との連絡が長期間取れなくなっております。このままでは連帯保証人のあなたに債務が移りますので、現債務者への連絡を含め、対処をお願いします。何のことかさっぱりだった。エローン。その当時は商工ローンなんて単語すら知らなかったし、最初は詐欺の類か、押し売りかと思った。でも話を聞いたところ、どうやらいつの間にか俺が連帯保証人になってること、借りた奴は逃げたことが判明した。もちろん俺には覚えもなく、知りませんよってことを説明したところ向こうも困惑してて、その日はそのままお帰りいただいた。俺としては、勝手に誰かが反抗したんだろ。払う必要ないわな。って思ったけど違ったのさ。後日、今度は課長を名乗る人と担当者が訪問してきて丁寧に説明してくれた。とある事業に対して800万の貸付を実施したこと、分割返済にもかかわらず、支払いが滞ってること。事業所へ向かったが、すでに閉鎖されており事業主も連絡がつかない、いわゆる夜逃げ状態なこと。連帯保証人として俺の名前、サイン、押印、印鑑証明書、自宅への配達証明が残っていること、残債すべてを俺が返済する必要があること。これらを書類を交えながら説明してくれた。見せられた書類を見ても、見たことのないような単語が色々と並んでるわ。そもそもサインをした記憶が全くないし、俺の字ですらないのさ。でも印鑑証明書やら押印は俺のもので間違いなく、まさに意味不明な状態だった。こんな請求されても困ります。知りません。って伝えたが、書類上の不備はないので俺に支払い義務があること。期限は2ヶ月後だが、事情がありそうなので分割払いは受ける。まず今月に5万円だけでも払ってほしいとかばっかりで。俺が知らないってことは一切通じず、今後の支払いについてしか話をしてくれないんだよ。マジで俺は関与してないこと、印鑑証明書は間違いなく俺のものだが、発行日を見ても平日出し取りに行くような暇はないことを説明しても、債権者としては請求を行う姿勢は変わらないだの。支払いいただけない場合は俺相手に裁判を起こします。って言われたのさ。民事訴訟しかないじゃん。その前に警察に来てもらって窃盗行為があったことを証明できないと勝てないな。金借りた奴は指名手配中？私文書偽造とまでは聞いたけど、それ以上は関わりたくもない。その800万に対して返済はほぼゼロに等しく、分割支払いにして利子を計算すると1000万を超えてくるような状態。マジで見覚えないし、裁判起こすなら起こしてくれ。って言ってしまったんだが、課長さんが一言。本当に覚えがないなら当社も詐欺の被害を受けている可能性はありますが、それはあなたには証明できないでしょうし、確実に負けます。すぐに弁護士に相談されることを強くお勧めします。この一言がなかったら俺の人生は積んでたと思う。確かサインの筆跡が違っても支払わなければいけないとか聞いたかとある。会社にも相談して休みをもらい、予約して弁護士に相談した。印鑑証明にまつわる部分は不正取得された可能性があるが、証明できるか。取得日は終日会社の勤務。メールやらで証明可能。印鑑証明カード、実印は自宅か？自宅の同じ場所、本当に覚えがないか？一切ない。可能性としては空き巣に入られて勝手に印鑑証明カードなどを悪用されたか、もしくは闇で売買されたかだろうかとのこと。空き巣に入られた可能性が高い点については警察に通報することになった。でも、ここで警察が介入しても借金が消えるわけじゃないこと。相手は法人のため、ほぼ 100% 訴訟になることを説明された。しかも訴訟にまつわる弁護費用が驚きの100万オーバーだった。費用高すぎじゃね？って話をしたけど、弁護士の算出方法で計算するとこうなるらしい。なんでも、1000万の借金を取り消すのと同じ扱いイコール俺が1000万得するという扱いになるそうだ。ひでえ話だな、実印の管理はしっかりせんとな。こういう詐欺ってマジで怖えな、証明することの難しさ。とりあえず仮依頼という形にして、まずは警察に調査を依頼することに。そしてこの弁護士の人はものすごく親切で、わざわざ俺の住んでる近くの警察署まで同行してくれて事情を説明、調査依頼をしてくれた。
弁護士効果は絶大なのか、1時間後には重装備の警察がわらわらやってきて指紋やら取っていった。この段階で即時発覚したのが、鍵のシリンダーにかなり傷が入ってるということ。ピッキング食らった時のよくある跡ということで、警察もこの時点で空き巣として本腰で調査してくれることに。どうしたらこういうのに巻き込まれずに済むのか。重要な実印とかは人の手で運ぶのが不可能な大きさの金庫にしまっとくしかないな。犯人が家の解体業者装ってる市中に重機とか使って盗んだらお手上げだけど。でも逆にある意味ここからが面倒だった。ここ1年ほど、俺の家に訪問した人すべての指紋採取が必要と言われてしまった。んなこと言われても家族やらはどうにかなっても、作業とかで来てもらった人とかまで呼ぶのは無理があるわけさ。結局は印鑑証明カードやら実印を保管してた部屋に入った人のみで話はついたが、個別にお願いして採取完了までに2週間近くの時間が必要だった。鍵については親に連絡してディンプルキーに交換してもらったのでとりあえず安心して過ごしてたら、警察から連絡があった。印鑑証明カード、実印、保管してたケース、だな、家のその他から第三者の指紋が大量に出てきたこと。該当の指紋は犯罪者のデータベースとかにはなかったらしいが、プロの仕業だろうって回答、警察の調査はここで一旦終了した。空き巣に入られた証拠をつかむことができた一致。早速、弁護士に相談します。この連絡をもって、弁護士に再度相談、俺に露骨に有利な証拠もあるし、あとは交渉次第で裁判が回避できる可能性も出てきたこと。そうなったら弁護士費用もかなり下がるし、そもそも最初から否もないので裁判になっても割引きますってことで正式に依頼を出した。そこから先は基本的に弁護士に丸投げする形になった。何度か打ち合わせで仕事休んだり、弁護士同席で商工ローンの課長さんとかと話をしたりはあったけど一部を除いて穏やかだった。穏やかじゃなかったのは、話し合いをしてる中で商工ローンからの内容証明郵便が届いたこと。中には、再三の連絡にもかかわらず返済されないため法的手段に訴える、って書かれてた。話し合いの最中なのになんだこれ?って電話したら、電話に出たやつが、金返さんやつに人権はない、だの、今から取り立てに行くぞ、だの、弁護士とか知らん、と言ってくれやがったこと。これ録音しとけば後で訴えられるんじゃね?録音あったよ。弁護士からの指示でやり取りは全て録音してたからそのまま渡した。課長さんが土下座しそうな勢いで謝罪してきたけど、俺は気にしてなかったし、単なるミスなら気をつけてくださいね。ってことでその話は終わった。まあそれについては向こうのミスだったようで、形式上どうしても送る必要がある書類だったことや、本来なら送付前に連絡入れる予定だったのに、手違いで課長さんを経由せず送られてしまったこと。話がちゃんと伝わってなくて、回収専門のドスが効いた人が対応しちゃったという不幸な事故だった。その件も片付き、俺に対して裁判が起こされることもなくしばらくは何もすることがなく普通に生活してた。その後、商工ローン会社側も詐欺被害として警察に届け出、契約書原本から俺の指紋が出てこなかったこと。筆跡鑑定で書類のサインと俺のサインがほぼ確実に別人と判定された。そして数ヶ月後、協議の結果として俺の連帯保証人登録は不正行為。向こうとして債権者から外れたという旨の連絡が商工ローン会社側の弁護士から連絡がありました。金を持ち逃げした奴と俺の家に空き巣に入った奴の関係も未だに不明。そもそもどのタイミングで空き巣に入ったのか、なぜに金やらギフト券やらには手をつけなかったのかも全く不明だが、その段階で俺はこの事件の関係者から外れることになりました。そして肝心の弁護士費用。これは全く予想してなかったんだけど、向こう側も弁護士を立てて被害届まで至った以上、詐欺被害に関わる案件として、こちらの弁護士が引き続き商工ローン会社側につくこと、それに伴ってこちらの弁護士費用まで負担してくれるということになった。まあさすがに全額は無理ってことだったけど、着手金プラス対応費用として40万弱必要だったのが1割のみの負担で OK ってことで、約4万円を今朝振り込んで、これで全てが終わったというところ。しかし、事件はそれだけでは終わらなかったのだ。続く。もうこれ以上はやめてくれ。空き巣の犯人、夜逃げした奴が捕まったら連絡はくれるらしいことと、その際の賠償請求やらは民事でやらないといけないらしいけど、もう関わりたくねえよ。お疲れだな。やっぱり実印の管理はちゃんとしておかないとやばいね。でも今日って祝日だけど振り込みってネットバンク?貸金庫に入れるか、印鑑登録を削除するしかないと思う。ちなみに俺は削除した。振り込みはネットでやったよ。週末に金額やら細かいこと話しついた段階だからね。債権者が自宅への配達証明持ってたってことは、何かしらの書類はポスト投函されてたんじゃないの?そう、そこも謎の一つなんだよね。郵便局は書き留めを不在票からの窓口渡しってことらしいけど、何の書類で確認したまでかは残ってないらしい。
これも可能性だけど、印鑑証明の住所記載で窓口の本人確認をごまかしたんじゃないかって話。計画的じゃないか？知り合いの犯行？指紋調査の結果では親しい知人関連ではなさそう。部屋に入ったことのある人の指紋はお願いしてみてもらったけど該当なしだった。親しくもない知人が不在を知って忍び込んだ可能性は残るけど、そもそも空き巣された日すらわからないから調べようがない。どちらにしろ民間ローンで幸いだったね。銀行相手だったら話し合いの前に訴訟を起こしてくるだろうし、弁護士の案内とか絶対にしないだろ。ああ、それは弁護士からも言われた。普通、訴訟前に弁護士入れるように提案しないし、1万円でも払わせて追認させて支払い義務を負わせてからギリギリまで交渉するのが商工ローンなんですけどねって話。あの課長さんはいい人だったんだろう。世話になった人と飲みに行ってくる。クソすれ立てて悪かったな。印鑑ってほんとクソだな。いかがでしたか？たまたましっかりと弁護士を入れて話し合いができたため無実を証明することができましたが、もしいきなり請求されてしまっていたら、と考えると、恐ろしいですよね。それにしても、気づかないうちに空き巣に入られることがあるのですね。改めて、家の中でも貴重品の管理を厳重にする必要性を感じました。続いてはこちらのスレを紹介します。連帯保証人、被災無者が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人のことですね。今回は、気軽な気持ちで友人の連帯保証人になってしまったという一致が立てたスレをご紹介します。ことの重大さに気づいていなかった一致ですが、スレ民からの指摘を受けて焦り始めます。借金の連帯保証人になったけど大丈夫だよな？中学の友達だし。終わったな、友達も金も失うぞ。ああ。え？そんなヤバいの？逆に大丈夫と思った理由を知りたいんだけど。脚光連帯保証人ができたから奥の借金もできるぞ。奥じゃないけど数千万円。数千万って。さよならだよ。そいつが自己破産してもお前に来るぞ。自己破産したら来ないだろ。お前バカだな。友達は債務チャラになるけど、その借金はお前のものになるんよ。え？おかしくないかそれ？何もおかしくないが。連帯保証人は借金した人が夜逃げしたり破産したりして払えなくなった時に代わりに払う人。っていうか金借りた人よりも責任が重い。その時スレ主も自己破産すればセーフ？今ある資産は全部なくなるだろうけど、まあ自己破産するしかないだろうね。友達も親も割と金持ちだし大丈夫だろ。親に頼めない時点で親は当てにならんぞ。見せかけの金持ち像を作るために借金してるんだぞ。友達に連帯保証人頼むやつなんてまともじゃない。破滅へのカウントダウン、真面目に終わり。なんでヤバくないと思ったんだよ。今頃百行と飛び跳ねてるよ。連帯保証人の意味ちゃんと調べた？契約に必要な保証人だろ。何の利益もないのに債務だけ背負うとか意味がわからん。なんでそんな制度があるのか理解できない。俺の中学時代の友達はみんなから数十万円ずつ借りて消えた。断った俺含む数人が大正義だったわ。他人に連帯保証頼む時点で、かなりヤバいと思った方がいい。はためから金持ちに見えるけど、内情は火の車っていうこともある。最悪死ぬ。なんかちょっとヤバい感じか？保証人は親でもなるなって言葉があってね。昔からの親友でも数百万だな。親兄弟でも数千万は無理だわ。そんなことお前にお願いする時点で友達ではなかったんだな。普通友達にはそんなこと頼めないな。ジ、エンド。やばい。なんか変な汗かいてきた。連帯保証取り消すことってできるのか？契約書読んでハンコついたんだろ？難しくねえかな。まあ弁護士行った方が早いかもな。錯誤による契約だって言って通じるかどうか。借金の連帯保証人になるくらいなら、数十万くらいあげた方がマシなんよ。基本無理。勘違いしてたってごねて弁護士立てて訴訟を起こすしかない。どういう経緯で何の保証人になったかによる。お前が全額払えば解決。なんで連帯保証人になんかなったかな。こいつ終わったな。ガチならよほどのおバカさん。本当の友達なら連帯保証人なんて頼まないよ。友達に電話しても出ないんだが、 LINE 送っても既読にならない。焦る素振りを見せる一致ですが、スレ民が他のスレに一致らしき人物が書き込みをしているのを見つけました。彼女がランニング中毒なんだけど、さっき、ねえ俺くん、今月 200km ランニングしちゃったとか記録見せてきた。なんか気持ち悪いわ。釣りか？こんなことで不幸になる人間なんていなかったんだね。よかった。なんだ嘘待つか。連帯保証人なんて自分が借金してるのと同じだろ。連帯保証人って制度なくすべき。いかがでしたか？スレはここで終わってしまいましたが、一致のお話は釣りだったのでしょうか。釣りであれば安心ですが、もし本当にしっかり理解しないままに連帯保証人になっていたら、と考えると恐ろしいですよね。続いてはこちらのスレを紹介します。
今回は、先輩の連帯保証人になってしまった一致が迎えた結末をご紹介します。普通は連帯保証人になる機会など滅多にありませんが、頼まれて、まあいいか、と受けてしまったという一致。その結果、一致は多額の借金を抱えることになってしまったのでした。50万の借金の連帯保証人になった結果、借金450万抱えてしまった。お？9倍とかすごいじゃん。やったね。なんでだよ。ケイ、高校の時の A 先輩に、保証人になってくれ。絶対に迷惑かけない、と言われ、まあ50万ならとサインした。1ヶ月後くらいに、A 先輩から借金返したと連絡来て、一安心。銀行、A からの入金がないからお前払え、債務450万な。50万ならじゃねえよ、お前が保証したのは元金だけじゃない。金利でこうなったんじゃねえよ、450万は最初の50万とは別の借金。問題は、俺がね保証人になってしまったから、追加融資されてても俺にはわからないということ。サインするとき紙にはいくら借りるとか書いてないのかな？どうやら俺が保証人になったのはね保証というやつで、一旦契約した後は連帯保証人に無断で借金を上乗せできるらしい。つまり最初は額面50万の借金でも、その後俺に確認もせず追加の450万借りて逃げたってこと。そういうことか。一番なってはいけないやつだな。問題はサインしてしまったことだろ。で、どうすんの？マジで連帯保証人には絶対なるなよ。最悪連帯保証人になったとしても、ね保証だけはマジで絶対ダメ。先輩の実家に行こう。先輩に可愛い姉か妹はいないの？先輩の家知らない。連絡もつかない。何の先輩？高校の時の部活の先輩。大学の時は連絡取ってなかったけど、最近飲みに行ったりしてた。高校にとつなり同級生のつてで同学年の先輩で実家知っている人を探すなりできんのか？通過これ違法じゃないの？連帯保証人に確認もせずに借金上乗せっておかしくない？なんでこんなシステムがまかり通ってるんだよ。バカかお前、その銀行と先輩はグルなんだよ。お父さんとお母さんに連帯保証人にだけは絶対なっちゃダメって習わなかったの？極度額決めてなければ無効になるらしいが、とりあえず弁護士に相談かな？契約書にサインしたんなら一致の借金やで、借りた金は返そう。俺が保証したのは50万だけじゃあ、追加でいくら借りようが俺には関係ないやんけクソが。俺そんなん知らんやんけ。マジかいな。こんなところですれ立てずに俺なら必死で探し出すわ。この連休潰すつもりで探すわ。頑張れ、実家でも見つけて両親に支払わせよう。できるのか知らんけど。借金総額が似たようなものだが、月々14万円くらいずつの返済でも、そのうち5万くらいは利子なので元本がなかなか減らないよ。待ち金よりひどいわ。なんやねん限度額まで保証とか知らんがな、最初に説明しろやハゲ。契約書読まなかったのね。あんなん全文は読んでられん。金利だけ確認してまあ妥当だったからサインした。ドイツとかだったら鼻から保証人になってないよ。平日は仕事あるから無理だけど、この連休で必ず探し出してやる。友人からまとまった額の借金を頼まれたら、基本返ってこないもんだと思った方がいいよな。確実な返済の当てがあるなら、まず親類縁者やまともな金融機関に金策に行くもん。そこで、ダメだお前は信用ならん、と、そいつの返済能力をよく知るであろう相手に突っぱねられたから知人友人を頼るわけで。そらまともに返ってくる方がおかしいわ。借金の相談されたら、乗るにしても現金払いにしとけ。ほんと50万を手渡しした方がよかったわ。弁護士にも相談してみる。お前らありがとう。こういうアホがいるからうまいよな。不実の告知。おお、これってね保証も適用できる？詐欺じゃね、年率 12% とかやばいぞ。詐欺じゃないんだなこれが。ね保証は借りた金の保証じゃなくて、これから先の未来で借りる分の金まで保証するということ。たとえ50万でも、限度額500万とか書かれてたらそれは500万まで追加で借りても無条件で保証しますよっていうこと。友人を生贄に500万召喚するカードか。商工ローンでググってみ。この手口で自殺者多発して社会問題化した。商工ローンの根保証恐ろしいな。なぜ誰も疑問に思わないんだろ。包括根保証、ググってから小説書け。もしくは、銀行じゃなく、町金か闇金にしとけ。5% くらいは真実味が出てくるから。72に同意。法改正前の情報を漫画か映画で知って書いた物語かな。赤の他人の保証人になる奴の神経がわからん。頼んできた時点でもうそいつとは何でもなくなるから。怖いな、絶対に保証人だけはなるなっていう親の遺言は正しかったんだな。いかがでしたか？そもそも保証人になることを避けた方がいいですが、何かの契約を結ぶような場面では、隅から隅まで契約書を確認した方がいいですよね。お金の問題は大きく人生を変えてしまうもの。よほどのことがない限り、他人と大きなお金が絡むやり取りはしないことが得策ですね。
今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。